ヘイ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 、9月の23日19時43分です。皆さんお久しぶりです。はい、ちょっとねビットコイン、久しぶりにちょっと見ていきましょうかね。本日は BTC、XRP、XLM とニュース、ちょっと話していきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、ナスダックですねこれね。前回最後の動画でビットコイン、と株価の相関関係ですが、まあ比較的弱いということで、なんか一緒には動いてるんだけど弱いよねっていう話で終わってますね。なので、次の動画で、株価の動画、株のね、あとビットコイン、株価がどのぐらい、あ、じゃない、株価が、調整がね本当に終わったのかどうなのかっていうねところをちょっと確認しますので、ちょっと待っててくださいという話をしたんですよね。まあ一応あの比較的、まあ、弱い感じで、ね、動いてるのでビットコインとあのナスダックはね、だからそんなにあの影響はしないんだけど一応見とかないといけないですよねって話しましたよね。なぜ見るのかっていうのは私たちの最高の会話に向かって今ね、まあ自分と皆さんとね一緒にあのまあ私たちの作戦という意味でね、ビットコインの最高の会話に向けて、じゃあそこはどこになるのかっていうねあの話で、2つ、のシナリオを皆さんに話しています、ね、1つは1万8000ドルパターンで、もう一つは1万2000ドルパターンになります。はい、ということで、株価ですが、直近ですね、まあこう落としてきてるわけですね。だから調整一応ね、まあ終わったと皆さんに、結論を話したんですが、その後、いつだったっけな、9月の15日あたりか、の高値から、まあ、ずっと今落としてきてるということで、はい、このレベルはまだ割れてないね。ただ S&P とダウは、この前回のねこの安値っていうの、をちょっと割り込んできて確定させてます今ね。ナスダックは割り込んでないというような感じで相関関係ですけど、まあ相変わらず弱いですね。弱いのでビットコインとの相関関係は、今こっちで見てるとね、別の画面で見てるとまあ 6%、60% ぐらいだねマイナス、だから一緒にはだから動いてないってことでいいんじゃないでしょうかっていうことだね今のところね。はい、では、まあ、株価はちょっとねそんな状態が今続いていて、今ネットの中見るとすごくね下方向大暴落とかね、まあそういうねあの話してる人たち、まあ結構ネットの中にはいますけどね、そうなるのかならないのかは分かりませんけどね、もしなるようでも、今相関関係が弱いので、まあビットコインはそんなにどうだろうね。だけど株価が急落するときっていうのは一緒に動いてくるとき多いんだよなっていうのはちょっと思うんだけどね。今までの経験上ね、だからどうなのかなっていうところはちょっとわからないんですけど、もし大暴落に株価がつながるんだったら、まあ、ビットコインも、一緒につられて、まあ、下げていくっていうような、ことは予想できますよねやっぱね。思う、それはね、いくら相関関係が弱いって言ってもね今ね。はい、ということで、まあ、一応それを頭に置いといて、ビットコイン見ていきましょう。はい、それではビットコイン見ていきましょう。ドル建ての日足ね。はい、前回の最後の動画だね。最後の動画では、この1万ね、229だね。229から、181ね。この、期間じゃない、価格が、1万8000ドルパターンということで、話してきてますね。で、一応ですね、まあ前回の動画から、何も、修正もなければ、変わったこともないですね。話して、皆さんに話してきた、話の中で値動きを今作っているということですね。はい、一応このチャンネルの中でね、ずっと動いてあのいますね。はい、なので変更は一応ないんですが、この下げがね、一回終わってるのかどうなのかっていうね、ところなんですが、どうだろうね、これね。終わっいいで終わりでいいのかな、いいのかなね。G までかもしんないんだけどね、ちょっとね、ちょっとどっちかわからないんだけどさ、いい終わりで下げ1回目終わってるんだったら、今これ
上昇は B 作ってるっていうね、あの話になるんだけどね。で、この上昇については、ちょっとした、ここも今、サポートレベルになってるよね、ここね。線は引いてないけどさ、サポートになっていて、ここをサポートに、多分ね、ネットの中では、多分だよ、ね、ここからね、これを上抜いてくて、ね、上昇に転じするっていう風に見てる人たちもいると思うんだよね、多分だけど。見方によってはそういう風に見える、よね、見える。ただ、もう一つのパターンはね、ここがちょっと今サポートになっていて、ね、これを切らずに、ね、このまま、ああ、じゃねえ、ここを切ってね、まだ下げが続くって見てる人たちと、多分2通りじゃないかなってことは思うんですよね。で、自分たちは、ね、私たちはどういうふうに見てるのかっていうと、1万8000ドルパターン、ね、それが否定されたら1万2000ドルパターンになるので、1万8000ドルパターンでいくと直近のね、この下げを1回終わりに、ね、して上抜くわけですね。上抜いてきて、これね、週足規模の話になるので、ちょっと日足だとあれなんですけど、ここ下げて、ここで下げ終わったとしても、ここで下げ終わら、下げ止まって、この下げが続いて、下げ止まるじゃないですか、どっかで、ここら辺で下げ止まる。としても、このまま上に一回ね、上昇して、したとしても、どちらでもですよ、この、一回このね、例えばこのレベルをね、斜めのレベルをね、一回上抜く、上抜いて、上抜いて、まだ時間をね、かけてこう、なんか上に行くわけですよ。で、そうしたら下げるんですね。時間的にはそういう見方になるよね。ここからすぐに、上昇に転じて、ね、それが例えば継続していくとかっていうのは、まずないわけです。ね、だからここで例えばこの斜めのレベルを上抜いて、上昇に転換したぞって、見るのは早いってことですよね。時間的には早すぎるってことですね、皆さん。ということで、上抜いたとしてももう一回大きい下げが来るってことですね。これ下抜いて、例えばこのままこのチャンネルの中で、ね、な、あの落としていく、落としていったとしても、どちらにしてもだね、どちらにしても、上げチャンネルを上抜いたとしても、下へ下げていくにしても、まだ下げの中の、期間だと思うんですよってことです、私が言いたいのはね。一番注意してほしいのは、一番ありそうで注意してほしいパターンは、やっぱりこのね、斜めのレベルを上抜くわけですね。上抜いて後に上目線だってみんながなった後ですよね。なった後にでかく崩されるって、上目線になっているから、そこでロングを仕込んでくる人たちのポジションをね、要は強い下落で刈り取るわけですね。だから下落圧力もでかくなるって大きく下げるっていうね、このパターン、これが一番ありそうで、注意してもらいたいパターンですよね。このままただダラ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 下に下げていくっていうパターンよりもね、それが一番注意してほしいかなっていうふうに俺は思いますね。どういうところかっていうと、例えばこれもこういうのもそうだよね。ここね、例えばこういうところに斜めのレベルがあってさ、ね、それを上抜くじゃないですか。で、上抜いて上目線だってみんながなってから、なってからそれをでかく崩してくるって、ね、こういうふうに、パターンだよね。これが一番ありそうで注意してもらいたいパターンだね。他にもね、同じようなところは、これもそうだね。こう斜めのレベルがこうあるじゃないですか、ね、それを上抜いて、ね、上目線だってみんながなるわけですね。なった後に大きく崩されるっていうパターンですね。これはだけど株価の暴落が絡んでます。あとは、そうだな。このぐらいかな。これもそうだね。
ここもね、うん、例えばこの斜めのレベルがこうあるじゃないですか、ね、ここに。でそれをこう上抜くわけですね、うん、安値切り上げて、ね、で上抜いた後に崩されるっていうパターンだね、うん、はい。他はないかな。うん、これもそうだね。ここね、うん、この斜めのレベル、こういうのがあってさ、ラインがあって、それを上抜きます。ね、上抜きます、うん。斜めのレベルを上抜く。そして一気に崩される。ゾーン、ね、うん。こういうパターンだね。一番ありそうで気をつけてほしいパターンだね。それが起こるんじゃないかなって思ってるね。今自分的にはね。うん、はい、うん、今回で言うと斜めのレベルを上抜くね、上抜いた後に崩される、うん、そうすると20229と181のあたりまでさ、うん、落としてくることは現実的になってくるね、うん、っていう風に見てるので、まあどちらかじゃないのかなとは思うんだけどね、うん、これこのまま崩あの下落が続くっていうよりもやっぱ、うん、A をあれにして B をで大きいキップで作るね、うん、作ってから C で落とすと、うん、そういう感じになるんじゃないかなって思うね。やっぱ期間的にはまだ早すぎるよね。こっから例えば上昇していくとかさね、うん、全然早いと思うね。ビットコインっていつもあのおいおいそこまで落ちるのやめてくれよっていうようなさ、うん、ところまで落とすのよ、調整するときって。だって今回はまだ全然そういうのはないよね、うん、この時もそうだったもんね。皆さんとさ一緒に底値で買わず作戦っていうのその時もやってたんだけどね、うん、この長いさ下降トレンド、ね、どこが一体そこなのかっていうことでさ皆さんとイベントをしたじゃないですか、ね、昔から見てる人はやったんですけど、ね、この時今でも覚えてんだけどさね、うん、この下げがどこまで続くのかって言った時に、その時は1万その時も1万2千ドルじゃなかったっけな、ね、ここのレベルだったよね確かね、ここら辺そう1万2千ドルだね、うん、ね、そこまで行くんじゃないのかなってターゲット作ったわけですね皆さんと一緒にね。でところがですよね、1万2千には届かなかったんですねその時はね、うん、そこまで下げるのかっていう下げがさ、このバブルを作ってから自分のこれは感覚なんだけどね、こう自分の感覚そこまで下げるのかっていうのはまだ一回もないのよ、このバブル作って崩してる途中で今ね。だからその崩してる途中でないっていうことはおいおいそこまで行くのかってね、いうようなレベルまで下げる時が来るんじゃないのかってやっぱり思うんだよね、うん、だからそう考えるとね、やっぱ1万8千ドルパターンと1万2千ドルパターン用意ね、またはしてるけどさ、これがさね、あるのかもしれないよねってやっぱ思っちゃうんだよね、うん、そこまで下げるのかよってね、うん、そういうのが今までさ一回もないもん、このバブルつけてバブル崩してね、うん、この間にさまだ一回もない、うん、ね、恐怖を感じないのよまだ一回も、うん、皆さんもどうですか、どうでしょうね、おいそこまで下げるのかって恐怖を味わってないでしょまだ、うん、と思うんだよね。まあこれは個人によってバラバラだと思うけどね、だから、うん、やっぱそういうのがないからまだ早すぎるってことですよね、こっから上がっていくとかっていうのはね。まあだけどこれはあの感覚的な話なんでね、うん、はい、っていうふうに思うんですけどね、はい、なのでまあ話的にはあの変わらないんですよね、うん、A の下げ で、うん、で B の上げで C の下げっていう感じだね、 1,2,3 だね、それでね、うん、で波動的にも一応まあ ABCDEFG まで今回ね一応見てるんで、最高に長くてもね、うん、だからあの G まで行くとなるとやっぱ1万2千ドルパターン出てくるよねって話になってくるんだよね。まだちょっとだけどこれ長期的な話だからはっきりして分かんないんだけどね、そこまで行くかどうかはね、
はい、ということでビットコイン一応というかね、私たちの作戦は、まあ、229からで181の間でね、うん、こう下げれば拾う、下げれば拾う、うん、下げれば拾うみたいなさ、ね、そういう買い方でいいんじゃないでしょうかって思いますね。うん、ね、ここを一回上抜けたとしてね、うん、上抜けてそのまま上がっていくことはないと断言できるのかと、ね、うん、思う方もいると思いますけど、うん、断言はできないですよね、どっちにしてもね、うん、断言はできないんだけど、うん、と思いますっていう話なんだけどさ、ね、うん、ただそれは皆さんにお任せするので、あの皆さん考えて、あの分割して買うなりなんかね、あのちょっと作戦考えてくださいっていう話なんで、ね、うん、もちろんね、今買ってね、ちょっと買っといてさ、ね、うん、上がってっちゃったらね、そのこの時買ってよかったなって思うわけなんで、皆さんそこら辺はあの決めてくださいね、本当ね。うん、俺に合わせなくていいんで、ほんと、ね、うん、ただ今回は1万8000ドルと1万2000ドルプランがあるので、まあまだ1万この229までさ、まだ行ってないしね、うん、行く、うん、と思うけどね、うん、行くと思うよ、うん、行かないっていうよりも行く方が可能性は俺は強いと思ってるからさ、ね、だからあのまあ今は買わないでいいんじゃないのか、今は買う時期じゃないだろうってやっぱ思うんだけどね、うん、皆さんどう思ってますか、ね、うん、ほんと最悪1万2000ドルプランっていうのはさ、ね、うん、なくなったわけじゃないから、ね、やっぱ買うのは全然早いと思うよね今ね、うん、全然早い、うん、まだ4月までってね、結構長いし ね, ね、このここまであるんだから、ね、うん、BCDE かな、やっぱ E ぐらいかな、うん、ね、うん、と思うんだよな。1万2000まで行くと G まであるって感じだね、やっぱね。うん、で、今回、あの次回の動画でですね、あの1万2000ドルプランが、あのもう可能性は十分あるという話で、ちょっと違う分析から出てきたので、ちょっと見つけたので、それ話したいと思いますね、次の動画でね。うん、1万2000ドルプラン、一応皆さんに話してますけど、その、俺の考えじゃない、他の人の考えで1万2000ドルプランっていうのが出てきた、うん、あの海外の方からね、はい、それをあの次回話しますね、はい、ビットコインまでいきます。はい、リップル XRP 冷やし見ていきましょう。前回の動画では、うん、ここだね、この安値ね、うん、またこのなんていうの、あの四角いね、紫の、うん、中で、動いていくんだけど、ここの安値をね、あのこのピンクのラインですよね、このピンクのラインをもう一回ね、これ下にね、これ切ってくると思うよという話をした動画が最後の動画ですね。で、実際にどうなったかというと、まあ割り込んだね、うん、実際落とした、うん、割り込んで、そのままリバウンドして、今はまあずるずるとちょっと上がってきてるって感じだね、うん、だからまあ分析通りじゃないかなって思いますね、うん、リップは、うん、このまま、まあ、ビットコインと同じだよね、上昇するにはまあちょっと早いよねっていうことは変わらないですね、ビットコインと同じ意見なんだけど、金利が高いしね今ね、うん、そういえば金利がね、うん、あの米国のね、はい、金利高ということで、ね、うん、金利が高いからさ、株価落ちるかもしれないね、もしかしたらね、本当に、うん、まあちょっとそこら辺があれなんだけどね、引っかかるとこだね、金利が高いっていうのはね、うん、はい、仮想通貨はねあまり影響を受けていないんだけど、金利が高い時にあのバブルを作ったとかっていう歴史はないわけですよね、うん、今まではね、はい、なのでまあ XRP もね、うん、まあまだ早いということでね、ビットコインがもう一回下げてくるはずだから、上がってから下げるっていう、うん、値動きを、ここに当てはめればね、上がってからもう一回下げると、ね、うん、いうふうに思いますね、同じように、うん、紫のこの、まあ、ボックスレンジを作っていくっていうんじゃないかなって思うんだけどね、はい、0.5 円です、0.51 円ね、うん、まあ、今買うには、どちらにしても早いってことですよね、とは思うんだけどね。リップル、あの個別の値動き、何かね、材料があるんだったら、うん、別の話になるんだけど、どうでしょうか、うん、ないような感じには思いますけど、あまりニュースに反応しないしね、うん、XRP はね、
っていうのは思うんですけどね。はい、だから、要するにこの高値だよね、年将来の、高値は、まあ、ここだったっていう結論で今年は終わるんじゃないのかなってことは思いますね。はい、まあこのまま、下げることもなく、まあ、下げるっていうか下がったとしても、まあ、ここまでじゃないのかなって思いますね。この紫の、ね、あたりでしょうっていうことですよね。はい、XRP ちょっとあまり値動きは的には変更もなければ目線的にも、変更ないですね。どこで買うのかっていうのはビットコインが下げた時だよねっていうふうに思うんだけどね。最高の買い場で買ってその時に XRP も拾うみたいな感じでいいと思いますけどね。1万2000ドルプランになる時は全然話は変わるんだけどね。はい、ということで XRP 終わりです。はい、XLM ちょっと見ていきましょう。日本円で17円かな、 0.11 ドルで、前回ここがちょっと上がってきたんだよね、前回の動画でね。で XLM だけなんか上昇していたと、力強くこう上がってきたっていうね、ことでしたが、今全部戻してるね。よくないねこれね。ここね、この上昇何だったのかねこれね、意味わからんねこれね。上がってきたんだから上がっていけばいいのね、もうちょっとね。その時の、メディアの確か XLM のニュースあったよね。ここ上がってきていて、確かここのなんかここら辺だったっけね、ここね、上か下かちょっと忘れちゃったけど、重要なラインを上抜けたからこれはいいぞみたいなこと書いてあったよね。けど結局全部戻してしまったということで、あまり良くないねこういうのはね。何だったのかねこれね、よくわからんね本当。だからこれが今、形が良くないんだけど、あとこのこっからここのあれだね、なんかここだね、これ抜けてこないと上がれないねここね。はい、ということでこれ下に行く力が結構強そうだねこれね。見た感じね、下向いてるねこれね、マックリーが。なんかちょっと落ちそうな感じするね少しね。下げたらまあここら辺かね、0.12 ドルあたりのサポートまで落ちるかな、もしかしたらね。落ちてからそのままこう横にずっと行ってほしいんだけどね、落ちたとしても。落ちて、横行ってで上がってまた元に戻ってくれ、まあ別に大丈夫だけどね。はい、ということで XLM は、ちょっとこの形的に良くないかなって感じがするけど、まあそんな気にする必要もないかな、どうだろうね。はい、そんな感じですね。もうちょっと時間がかかるのかな、って感じがします。はいはい、ニュースいきましょう。ビットコイン揉み合い、戻り鈍いってで、金利の上昇やっぱね警戒されてるね。だから、まあ、株価がどうなるかだよね。ちょっと注目していきましょうね。動画細かく出していきますね。明日からね。はいはい、続いてビットコイン、世界の機関投資家が7兆4000億円分を保有と、ね、バンエックっていう、米投資運用企業だということで、すごいねこれね。これ何枚なのかな、ちょっとビットコインの数は何枚なのかよくわかんないけどさ、ね、まあ持ってるところは持ってるっていうことですね皆さん。で、ポートフォリオ的にはやっぱ40、債券40の株式が60で、まあ投資してるみたいだね。まだ株式の方が多いみたいだね。前に、
ブラック、なんだっけ出てこない。ブラックロック、そう。ブラックロックがさ、ね、あのビットコインに、いくつだったっけ ?70% ぐらいだったっけ、ちょっと忘れちゃったけど、ね。あのポートフォリオ紹介したけどさ、株式が少なくなってるねみたいな感じでね。まあだけどあれ2022年に発表したものだったけど、21年だったっけな、ちょっと忘れちゃったけどね、今はどうなってるかわからないけど、まあそういうポートフォリオね紹介したことありますが、ビットコインの現物 ETF の承認に期待してるみたいです、やっぱり。これ承認されたらさ、やっぱそこが分岐点だよね。俺たちのそのアルトコインともさ、ビットコインも含めて、あの爆上げするはずだからさね。7社だか8社だか ETF の申請確かしてるよね。確かね。だからそれが通ればやばいことになるよね。だからそれまでにやっぱ持っとかないとダメだってことだね。大体ね、そこが多分分岐点になると思うね。大きく伸びるね。ただ SEC がね、やる気がないっていうだけでね。グレースケールだかがさ、あのどこだったっけな、ちょっと忘れちゃったけど、あのビットコイン現物 ETF を通さないのはおかしいって言って、ね、裁判を起こしてさ、確か勝ったんだっけ、ね、ただそれさ、SEC は、ね、そんなもんかあの関係ねえと思ってるからね、おそらくね。負けたってね。ね、許可出すのは私たちなんだからって思ってるはずだから、ね。だからやるんだったらさ、もう全部やんなきゃダメなのよ、ああいうのはさ。私たちの会社だけビットコインあの ETF のね、申請を通ればいいっていう考えだからさ。ね、だからその一種だけがさ、ね、裁判を起こして、ね、勝ったけど、ね、他のところも やるんだったら全部やんなきゃダメなのよ。でそういうことをすれば、あのもしかしたらね、もうとあの許可出さずにはいられないっていう状況になるのかもしれないけどさ、だけど企業としてはさ、 SEC にさね、とはやっぱうまく付き合っていきたいからね、そうは言っても人間関係だからさ、ああいうのはやっぱね、あんまりそうやってなんかあの立てつくっていうかさ、ね、おかしいのはね、 SEC だとね、そりゃあの申請する側はそりゃそうだけどね、みんなそう言うけどさね、やっぱなかなかうまくいかないんだろうね。ね、睨まれたくもないだろうしね、逆にね、企業としてはね。だから全部が全部の企業申請をね通さないのはおかしいって言って裁判起こせばいいとは言ったけど、そういう風にもならないだろうしね。ね、皆さん、はい、ということで、今日はねここまでにしますけど、ちょっと動画あの皆さん本当お待たせしててすいませんでした。ありがとうございました。あの待っててもらって、これからもよろしくお願いします。ちょっと株価の暴落が近いので、ちょっと細かく出していこうと思いますね。はい、ということで、まあ、次回かちょっとその後かどっちか、1万2000ドルパターンの、分析の話ちょっと出したいと思うので、よろしくお願いします。はい、それでは今日は失礼します。ありがとうございました。